2050年半導体市場予測。こんばんは、投資リベンジャーズです。今日はみんな大好き半導体ソックス指数 SOXL について話していきたいと思います。最近レバナスも有名ですけど、レバナスについて SOXL 最強説もよく見ますよね。まあさすがに3倍レバレッジっていうこともあって、レバナスほど全力って方は少ないですけど、米国株に投資されている中でもね、レバレッジ使ってる方も当たり前の銘柄になってるかと思います。それで今日はですね、ソックス指数の今後について深掘りしていきたいと思っております。題して2050年ソックス指数は〇〇倍になるというお題ですね。まあソックス指数が〇〇倍になるということで、 SOXL も〇〇倍になる。でまあついでに入れとこうかなと思ってます。なんかこれだけ見るとね、すごい頭弱い感じの言葉になっちゃってますけど、今回は結構面白い資料と根拠があったので、それを元に話していきたいと思います。それじゃあもうね、早速本題入っていきたいと思います。もうゴタクは置いといてね、単刀直入に本題に入っていきたいと思います。海賊王に俺はなる。あ、ちょっと自己紹介忘れたんでちょっと入れておきます。興味ある方は止めてみてください。でまずはですね、過去の傾向を見ていきたいと思うんですけど、1994年から2023年、この間半導体市場は爆伸びしてまして 4.7 倍の市場規模になったと。具体的には1000億ドルから4700億ドルですね。じゃあ1994年からのソックス指数の動きはっていうと、これが右のグラフで、なんと32倍になってるんですね。これレバレッジなしですからね、化け物みたいな値動きですけど。ちなみにこの 4.7 倍と32倍なんでこんなに数値に開きがあるかっていうのは、まあ単利か複利かっていうことですよね。左の半導体市場は年々単調増加、1時間数的に上がっているのに対し、もちろん即指数は株価なので複利で上がっていくということで、即指数は32倍まで上がっているというようなことになります。で現在まではいいけど、問題なのは今後2050年までどういう伸び方をするかですよね。それが面白い資料があったので載っけておきます。こちらです。この資料は縦軸に半導体市場（億ドルの単位）で書かれており、横軸が時系列順になってますね。で今までの実績は青い棒グラフで書かれてます。で2020年以降ね、3つ色の棒グラフがあると思うんですけど、これは結論から申し上げて黄緑色の部分を見てください。この2020年以降の黄緑色の部分、これを見ると2050年までに 2.43 倍の市場規模になっているということがわかります。いや待てよと。ちょ待てよ。こんないきなり革残用されてもよくわかんねえじゃねえかって言われるかと思います。もっともです。この予測は何に基づいてやってるかっていうと、一つは半導体市場が今後も堅調に1時間数的に伸びていくんだっていうのが仮定がまず一つですね。これ1990年からおおよそもう1時間数的にずっと伸びてるっていうのがあるので、まあ今後もそれは継続するであろうと。まあその背景にはもちろん第4次産業革命ですよね。AI や自動運転、EV や 5G、ブロックチェーン、今後どんどん需要が増えていきます。で、それが一つと、もう一個は人口動態なんですよ。右の図の人口ピラミッドを見ていただくと、今後世界の人口は2050年までにおそらく90億から100億人までいくだろうと。いうことを国連が出しています。そして筆記なのが資産保有額でいうところの中間層。ここが爆伸びするって言われてるんですね。この中間層っていうのは iPhone だとかパソコンだとかそういうのを多用しますので、一人一人が半導体を確実に消費すると。そういう未来が予測できるわけですね。この人口と今までの実績とファンダメンタルズ。まあ、これを合わせてこのグラフを出しているわけです。この予測を出している元記事がありましてですね、これが本当に面白くて、詳しい算出方法はこの記事概要欄に貼っておきますので、もし気になる方いましたらこちらで見てみてください。今回ちょっと複雑な話はやめときますので、まあ、今後2050年までね、黄緑色のグラフのように半導体市場が成長していくというふうに思って見ていただければと思います。先ほどのね、30年で 4.7 倍から32倍っていうのを照らし合わせて考えると、 2.43 倍に市場が成長するってことは、ソックス指数はなんと16倍になるという計算になるんですね。いやすごいですね。今ソックス指数って株価が4000ドル近いんですけど、その16倍なので、ちょっとまあぼちぼちのすごい値になると思いますね。それはいや、こっからまださらに16倍になるってすごくないですか？
ちなみにちょっと説明しておくと、赤色のグラフっていうのは、今まで20年間ぐらいのね、半導体市場の成長がそのまま続くと仮定したら赤いグラフになりますよっていうような試算なんですよね。なので、今までの成長が継続するだけでもかなりの市場規模の拡大が見込める。それにプラスして、今後おそらく半導体っていうのは AI、自動運転、EV、5G、ブロックチェーンなど、どんどん需要がもう底なしに増えていくっていうことがあると思いますので、それを考えれば30年あれば16倍になるだろうっていうのも、まあ納得といえば納得です。いや、半導体末恐ろしいっすね。靴下みたいな名前の指数ですけど、これソックス指数って何の略なんですかね？フィラデルフィアも入ってないし、セミコンダクター？ですよね、半導体。セミしか入ってないっていう。まあそれは置いといてですね。で、SOXL なんですけど、まあ単純に3倍レバージだから48倍って書いてあるんですけど、まあそうとも言えないですよね。で、ここは若干読めない部分があって、結構大きめの指数の下落があると、減価が激しくて48倍にならないケースもあると思いますし、逆に今後どんどん単調増加で元指数が上がっていくんであれば、もう増加に重なる増加で48倍どころか100倍とかそのぐらいいっちゃう可能性もあると思うんですよ。まあ直近10年でね、SOXL って確か500倍だから5000倍とかなってますよね。なのでここはちょっと正直読めないところありますが、まあ期待値として48倍ぐらいいくんじゃないかと。はい。というわけで、まあ今回ちょっと単純計算にはなってますけども、割ときちんと数字の裏付けがある単純計算にはなってますので、一つの参考になるのではないかなと思っております。まあただ未来はね、どうなるか誰にも分かんないっていうのがあるので、あまり過信しすぎず、投資は自己責任で判断をいただければと思っております。はい。それでは本日もありがとうございました。もし、まあまあいいじゃんと思っていただけるようでしたら、いいねやチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。